どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。えニューヨークで PMI が強くて、 小売りが厳しい展開となり、ニューヨークダウは一時700ドル以上の下げ、終わり値でも2%以上の下げで帰ってきました。これで完全にニューヨークは短期チャート崩れています。そこで今日は日本がどこまで崩れたのか、今週残りどう動きそうなのかを考察しています。本日2月22日のチャートが重要な起点になる可能性があります。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速2月24日、日経225オプション考察始めます。 行ていきましょう。はい、それでは2月22日相場外況からです。日経平均27,104円。 368円安、マイナス1.34%、トピックス1975.25、マイナス22.21、マイナス1.11%、マザーズ752.75 75、マイナス11.59、マイナス1.52%となっていますえ。次に売買代金ですが、今日は多かったですね。やっぱりちょっと下落だったからでしょうか。2兆8131億円、これプライムですね。スタンダード1054億円、グロース1644億円 となっています次に恐怖指数ですけれどもアメリカのビッグ数が23.31まで上がってきました昨日22.16ですからまたね1.2ぐらい上がっていると、まあ、昨日それでも。 ね、700ドル近くダウンを下げていることを考えれば、まあそんなもんかという気もしますが、日経平均 VI はえ今日368円安、まあ一時ね400円以上下げてましたが、1.18一気に上がって17.50まで VI も上昇してきました。 はい。まずはライブのお知らせです。明日2月23日、祝日ですので、えー、まあデリバティブね、先物オプションやってますから、まあ、夜21時から、まあ、あの気軽にね、はい、あのライブやりたいと思います。 で、このライブで、まずはね、最初の30分ぐらいは、うんと、今日みたいな形でチャートの部分だけ、まあ、アメリカの方と、それから先物の,の方ですね、このあたりチャートを作っておくので、まあ、前半はですね、この動画のようにチャートのところだけ、まあ、少しね、解説を交えながらお話ししても、後半以降は、まあ、皆さん、それぞれね、まあ、実際動く、先物の,の動くチャートを見ながら、いろいろお話しできればなと思っています。よろしくお願いします。 はい。それでは今日のチャートのテーマですけれども、日経平均がね、やっと動きました。動いたんですが、やはり下落方向でした。今日のチャートはしかし重要な視点だらけなんですね。まあ今まで動かなかった分、ちょっと動くとですね、いろんなところを割り込んだりね、転換したりで、まあ大変重要ですから、ここ、しっかり見ておく必要があると思います。そしてアメリカ株にね、翻る,ると今、高すぎるんですね。ここ、ある指標から見ておきたいと思っています。まず日経金の冷やしです。 まあ大ききく崩れてきました、えっとですね、25日線はもとよりもう75日と200日と今日は一気に割ってきて、まあ、窓を開けた形でね朝方はそんなに大きな下げになってなかったんですよねなんですけどその後ジじり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 と前場から掘っていきましたでこの下の方のね水色の線これが下に開いている窓です。 これ、えっと、この上昇過程でね、2回窓を開けてるんですけれども、ここが、まず最初の窓が26,938円ですね。まあ、27,000円を割ると、一旦この辺りを埋めたことを確認して、反転するかもしれない。まあ、もう一つ別の言い方でするとね、50MA がここに控えてます。で、ちなみにこの 50MA を割り込むと、すべての冷やしライン5本ね、全部割り込んでしまうという形になります。そして、モメンタムもずっとやっぱり切り下がってきて、ゼロラインを 割ってきましたねマイナス480円ですから、まだそうでもないんですが、やはり、あの下げ圧力の方が強くなってきて、このあたりやっぱりね、耐えられなかったですね。なので、今後もですね、やっぱりこのモメンタムっていうのは、しっかりと見ておく必要があります。株価横ばいでもですね、モメンタム下がってくると、なかなか上に行けないんですね。 で、何らかのヘッドラインとか、まあ、ニューヨークとかねオ、あのヨーロッパ勢の動きによって、つまり外部要因によって、まあ、力尽きるということが大にあるので、引き続きね、モメンタム、非常にシンプルなんですけど、しっかりと見ておくべきチャートだなと、個人的には思っています。ですので、一旦ね、これ 200MA 割ったというのは非常に大きな意味合いがあると思いますから、まあ、次は本当にこのあたりですね、窓埋めとか、まあ、もうちょっと日足のチャートでは、もう本当に 50MA ぐらいしかね、節目なくなってきているので、 で別のののチャートででで、ね、で下下ねねどここげ止ままるのかってててていいいうのを見ておく必要が出てきていますすははい、ちらはです、ねえー、新型 MACD のバージョン2.0ですね。まあ、この動画では本邦初公開なんですが、えー、こちらは、ね、あの先週の土曜日、サンワード貿易さんの方で無料セミナーさせていただいたんですが、まあ、そこで参加していただいた方には、えー、ご説明させていただいたチャートですね。先物を使ってますから、今日22日の21時2分現在、まあ、ようやくねここでサインがついて、 なかなか下がらなかったんですけど、まあ、やはりね,こう残、まあ、ね、ロングしてる人にとっては残念なという形でなりますけれども、やはり今回もワークしてきたなということで、えっと、マック新型 MacD の、ね、1.0から見ると、まあ、少しパラメータを調整して、今の時合、い今のボラティリティに合わせる形で調整したところですね、まあ、去年の夏ぐらいから、まあ、かなりワークしています。で今回もぴったりりワークをしているととうここで、まあ、やはり、ね、この新型 またまくりバージョン2.0非常に心強いチャートに今なっております。でこれ えっとね、サンワードボー貿易さんのところをね、あのセミナー参加していただいた方はもう作れると思いますが、改めてメンバーシップで今週の日曜日に出す動画でご紹介をします。えっ、ー、と、セミナーに参加していただいた方にもね、できればプラスアルファ情報をつけたいなと思ってますが、まあ、うまくね、あの、この後、えー、ちゃんと、えっ、ー、と、まあ、下落の方向に進んでくれないと、プラスアルファがつかないんですが、まあ、もう少しね、深掘った内容なんかも今週、えー、メンバーシップ出したいと思ってますので、まあね、サンワード貿易さんの みんなちょっと参加できなかったし、申し込んでもいなかったっていう方は、ぜひ週末のメンバーシップ動画をお待ちいただければと思います。ぜひね。ご参加あのしてみてください。もう一つこちらもですね。えっと、先週、先々週のメンバーシップ動画でまあ、ちょっとね。ローソク足パターンっていうチャートをこんな形で作っています。でここね。えっと昨日実はベアリッシュキッカー。これはえっと下落方向の行き違い線。線まあ、行き違い線結構出るんですけどね。はい、あの？まあ 天井圏で久々に。 ブリッシュ、つまり上方向のキッカーから今回はね、ベアリッシュですね。下落方向のキッカーが出ていたんですが、まあ、たまたまっちゃたまたまなんですけどね。今日窓開けて下落してるので、まあ、ここもワークしたなと。まあ、このあたりね、ちょっと複雑な番号を打ったりしてますが、非常にシンプルなトレードで、このね、ーソク足パターンの戦略なんかも非常に面白いんじゃないかなと。意外と精度高いんですよね。馬鹿にはできない作戦だと思います。で、こちら、えー、っとね、今日また朝ツイートしたんですけど、えー、っと、これは、 一目均衡表ですね、えっと、直近、転換線を割ったって、これ2回ぐらい動画で出して、2回とも騙し、この辺り、ジグザグでね、食らってたんですが、このね、11月とか12月、まあ、あの遡っていただいてもいいんですが、えっと、ずっと転換線の上にいたような試合いで、転換線を割ってくるとですね、まあ、そこから、えっと、この時合が変わって、 まあ上昇が終わって下落をしやすいということで11月の下旬と12月の中旬これまさにねあの日銀ショックの前の金曜日だったんですけれどもここは雲もねじれてたんですねそして転換線も割り込んだということでやはり転換線割ってくるとその後ね下落基調になるなのでえっと先週とかこうガンガン割ってたんですけどね踏ん張ってたでえっと先週もう1回ね3回目 割ってたんですねでその後横ばいで転換線の下だったんですがまあ今日残念ながらね下にガクンと来てしまったのでまあ3度目の正直の形で転換線割り込んだ後にまあちょっと下落の方向に進んでるとでそうするとねどこで下げ止まるかっていう時に前回ですね前回12月のえっ、ー、とこれ何日だろうちょっと日付がすぐにこれねスクリーンショットなのでもう分かんないんですが12月の前半ですねはいこの時にこう下げて たところで雲の上限で下げ止まってひげつけてそこから一旦戻すんですね。 というところで、今日も、えー、なんだかんだ、まあちょっと雲割り込んじゃってね、朝そこで割り込んできたなっていうツイートもしたんですけど、まあなんとか切り返して、雲の上限が27,082円です。終わりね、104円ですから、ギリギリ上で終わってます。ただちょっと先物ね、ナイトに入って少しまた欧州、アメリカ、若干弱含んでるので、まあ、少しね、27,030円、40円、50円みたいなところまで来ているので、少しここは今のところ割ってるんですが、一つね、下げ止まるとして、 おしめ,、ねはい、めだった場合はそろそろ2万7000円は不使めの2万7000円というところですねあと基準線が上がってきてますからこの基準線ともまあ大体 この辺りですね、2万7000ちょっと割った辺りにあります。なので、この辺りでね、踏ん張れるかどうかですね、ここ2万7000どころ、節目で、まあ、今日の夜ないし、明日割り込んでしまう、あ、明日は日本お休みですね、先物やってますけどね、はい、まあ、ちょっとね、やっぱりアメリカが弱含んで、この辺り崩れてくると、えっと、ここですね、一回下げのまったことがな,ない状態で、このまま。 ね、一旦戻すことがないこの、この流れですね、はい、になりかねないあの、本家のマック D もヒストグラム、マイナスの方が深掘ってきて、いよいよゼロラインに近づいてきてますからね、もうこれ、上昇の圧力はかなり、まあ、もう下落してますからね、上昇の圧力どころの話ではないんですが、まあ、明確に崩れてきてます。 2万7000円という節目、もしくは雲の上限でね、雲に入ってくる展開になってしまうと、まあ、少し下に走ることを考えないといけないかなと。でもう一つ大きな、今日は、えっと、転換点っていうのがですね、ATR トレンドです。これもね、あの先週とか、ちょこちょこ出してました。プラス DI が割って、ね、ここ39を超えたあとはずっと下落していくよっていう話が、まあ、やっぱりその通り、えっと、プラス DI は下がってきました。株価は、ね、踏んん張ってたんですねつまり 上昇圧力がどんどん下がってる中、まあ、なんとかアップアップで株価は耐えてたんですけど、まあ、いよいよここ割ってきて。で これね、横横だったら、えっと、2月の27日ぐらいにこの紫のラインを割るんじゃないかなという線を引いてたんですね。で、それよりもちょっと早く割り込んできてしまった。で、この紫のラインっていうのは ATR、アベレージトゥルーレンジという、まあ、あのボラティリティから計算されるラインですから、まあ、いつも言ってるようにね、私が最良でなんとなく引いたトレンドラインではなくて、ボラティリティの計算から引かれているラインなので、ある程度、まあ、あの精度を持っていると、まあ、私は判断してるんですけど、 でつまりね、この右肩上がりの紫の ATR トレンドラインっていうのは、これ、上昇の、まあ、ベースを表す線なんですね。ですから、ここを割り込むと、上昇トレンドが一旦終了するという流れになって、前回も12月の頭、11月の24日の高値、ここなんですけどね、12月の頭にもう一回ちょっとポンと上がって、ここ、両方窓を開けて、ですねでそのまま下落したときに、 割り込んだんですねで今回も窓を開けて同じように割り込みましたそして今回はもう早くも25日割ってますからまさにここと同じような動きになってるんですねはいでこの時は1回下がって一目の雲のところで跳ね返されたんですけどまあその後結局力尽きたという状況だったんでまあ今回も一旦ね 一目金衡表の雲でサポートされて戻すかもしれないし、まあ、このまんま下落になるかもしれませんが、少なくとも上昇、このね、大発会から続いた1月、そして1月上昇、2月横ばいの中での上昇トレンドっていうのは、もう完全に今日で一旦崩れたと見るべきですね。まあ、明日ここを切り返して、またね、紫の線の上に戻っていけば、話は別ですけど、そうなるとね、2万7500、円にならないといけないので、まあ、明日ね、400円、500円の上昇をしないと、 まなかなか。 否定ははででききない一旦上昇トレンドは崩れたと見るべきですねそしてもう一つ今今度はスーパーパトレンドですこれもも日ねもう一気にスーパートレンドまで割るのかなと思ってドキドキしたんですがこのオレンジのラインですね26,961円ここを割り込むとセルのサインになります前回12月の16日ですねここ日銀ショックですからその前の金曜日に、えっと、ここをタッチして翌日セルサインがつきましたでそこから その後さらにですね、ここですね、真ん中のチャートがブルーになった、先にブルーになってからセルサインがついた、今回も今日の終値で、これ、ブルーのサインがつきました。なので同じ えと濃いい青で1回引いてますその後もし明日2万6961円を割るとセルのサインになりますでそうなってくるとねもうトレンドフォローで、えー、中期下落トレンドっていう見方になるんですねスーパートレンドからは、はい、なので今はまだ横ばいですけどこれ上昇トレンドバイフェーズにあったんですけどそれを否定すると大抵ですね、まあ、急落になるかどうかは別としても、えー、このあと横横でね頑張れるっていうなことにはまああまりならなくて一旦下がる。 押し目で済むか、下落トレンドになるかの境目、26,961円を割ると、押し目ではなくて、下落トレンドのスタートという判断になってきますから、少しね、深押しする可能性が出てきます。まあ、ここ、非常に重要なところかなという感じがします。で、こちらはアメリカの金利の話ですね。はいまあ、これ、連日出しておりますが、えっと、金利が上がってきて、まあ、今日3.937ですね。一時3.94を超えてましたが、まあ、少し今日は若干下がってきて、まあ一旦 一ね、昨日ののぐっと上がったところ、PMI の後、上がってしまったものが、まあ、一旦はそこで止まってるんですが、期待インフレ率が上がってきてます。で、これちょっとね、怪しいんですね、昨日昨日のう、おとといか、お休みでしたから、まあ、少しまだここのデータが入っていないかもしれないので、これね、この同じ角度で2日連続いってるっていうのがちょっと怪しいので、まあ、ここまではあの高くなってないと思う、ちゃんとデータが入ってないと思うんですが、えっと、入ってきてもですね、やっぱりちょっと期待インフレ率ずっと上がってるんですね。はい。で、PMI で、まあ、ちょっとね、あのー、 金利の方上がりましたから、まあ、それを踏まえると、期待インフレ率もちょっと上がってるのかなとすると、まだこれ、1月18日,18日から、ね、ずっと続いている、期待インフレ率の上昇フェーズが終わっていない、まだ、ね、あの止まっていない、そして直近の金利の高値、10年金利ですけど、抜けてきているというところで、まあ、これは引き続き株価には厳しい展開だと思います。で、どれぐらい厳しいかというとです、ね、いよいよ、えっと、21日、昨日の時点で,です、ね、イールドスプレッド1.39のマイナスと。 いうことですでこちらはまあちょくちょく喋っているのと、イールドスプレッドなんぞやって話をもう一回すると時間がもう足りないので、今日はもうね、あの省略します。で、明日はちょっと祝日だから分かりませんが明後日 明日か明後日にねボイシープレミアムこのイールドスプレッドを皆さんが簡単に計算するための方法をご紹介しようと思っています。まあ、このサイト見たらねあの毎日出てくるんですけどやはり1日2日遅れますから今の今の金利と今の SP500 の予測 EPS を使ってですねイールドスプレッドがここよりもね。 今現在、また上がったのか下がったのかみたいな判断するときに、えー、自分で簡単に計算できますからね。まあ、このあたり、ガイドしようと思ってますが、まあ、今日言いたいのはですね、マイナス1.39。これ、縮まってる絶対値がね、0に近づけば近づくほど株を買う価値がないという話になってきますから、もうね、あの2を切った時点でね、すごいことなのに、いよいよ1.39まで来てると。もうこれね、SP500 の株はめちゃくちゃ割高なんですね。 今、PER が17倍だから割安だとか、20倍だから少し割高だかとか、そういう話ではないんですね。今の金利水準と、それから S&P500 の PER から見た株価収益率、比べたときにです、ね、圧倒的にまあ金利が高いからということもあるんですけど、えっとね、SP500 の株、高すぎるんですね。割高すぎるんです。リスクプレミアムの観点から見ると、今、株なんて買えないぐらい割高なんですね。 だからえ、これが是正されて、また少し株を買ってもいいかなという水準になるためには、この数字、絶対値がですねマイナス2、マイナス2.5、少なくともねマイナス2.5ぐらいまでならないと、株は買えないんですね、基本的にね。はい、なので、まあ、そうするとね、どうやって開くのかっていうと、金利が下がるか株価が下がるか、どっちかでないと、これは開いていきません。どどどどんどんどんんん今今縮ままっってきてきすすすだから株株ががねね高ぎるでもとと下落しないと今金 金利は1月18日から、ねえー、と金利も期待インフレ率も上がってきちゃってますから、インフレが少しまたぶり返している状況で、ここから金利が下落することを、まあ、すぐすぐ今、ね、期待するのはちょっと難しい展開になってきているとすれば株は下落するしかです、ね、ここのイールスペットを開かないんですね。なので今 株を買ううっていうのはなかなかか割高すぎる、まあ、ちょっとね、さあのここ5年、下手したら10年ぐらいかな、見たことのない数字になってるということだけはね、ちょっと皆様にお伝えしておこうかなと、相当割高になってますから、こっからね、上がれんのというと、さすがに厳しいんちゃうかなという気がしているわけです。 はい。ということで、今日のまとめですね。日経平均は3度目の正直で、下落の 5MA クロスから今日、まあ、急落っつってもね、400円ほどですけど、まあ、ちょっと下がってきました。で、ここ、昨日書いてた通りの展開になってきてますね。ATR トレンド、まさかね、今日一気に割るとはちょっと思ってませんでしたが、えっ、ー、と、ここ割ってきましたから、これ完全にですね、上昇、戻り上昇トレンドは終わりました。 で、新型マックリーバージョン2.0とか、今日は出してませんが、NT 倍率、これ NT ショートの方ですね。それから ATR トレンドも崩れてきました。重要な大作戦で続々と、ね、株価下落の方を示唆しています。まあ、ここは素直に従うべきフェーズかなと思っていて、で、最後見ていただいたスーパートレンドでセルがついたら、もうこれはね、おしめではなくて下落トレンドだと見ておかないといけません。そこは繰り返しますが、26,961円という水準です。ニューヨーク3指数、昨日はソロ マイナス -2% -2.5% 以上ナスダックははでしたから短期チャートは崩れてきてきいます金利上昇と期待インフレ率の上昇そして見ていただいたイールドスプレッドがね見たこともないような最近ねここ数年見たこともないような数字になってきて株は高すぎるんだということですからね、まあ、なかなか少しここから厳しい展開かなというふうに個人的には思っています。 はい、ここからはオプションの手口ですね。まずは海外税合算です。コールサイドは今日は ATM のところがしっかり売られて、ファーが買われてと。ただ、枚数的にはコール売り越し、プットは大きく買い越しですね。まあ、やはり下ね、今日は結構下落しましたから、全体的なバランスも下に降ってきた形にはなってます。で、今日プットね、2万7000以下のプットを、まあ、ガガガッと買ってきたことで、2万7000以下にあったプット売りですね、先週まであった部分、ここ、まあ、 I don't know. あの、開示されていないので、まあ、先週までのずっと足し算引き算で出てきた数字ですが、え、プット売りがですね、まあ、もう割とほとんど解消されました。2万7000のプットも今日762枚買い戻されて、で、まあ、あの、412枚ですね。月曜日、しっかりと売り乗せして1000枚以上の売りになって、ここに2万7000よりは下がらないぞというふうに見えていたものが、まあ、今日その下を1200枚、300枚ぐらいかな、がっつり買い戻してますから、 まあ一気に見た目がね、下の方が、ぷっとりがぐっと減りました。ただ、コールの方もね、なんだかんだ、あの、買ってたところを売ったりしていますから、2万7000から2万7500円ぐらいまでの、いわゆる ATM ゾーン、ここが、 コールももプットも、まあ、やや売りがあるだけで、でですすねね買いがなくなくったんです、ねはい、で一方で、えっと、コールもプットも、この中心からですね、500円よりも上のところは、買いが結構確認されているということなので、まあ、少しね、うんと、下に来ましたから、今後、もしかしたらえ、プットサイドの買いとか、コール売りでこの辺りがね、えっと 決済されていく可能性は出てきてますが、一旦は2万7000から2万7250円ぐらいのところを軸に見つつですね、まあちょっと売りがね、はい、見つつ、ただ今の水準よりは結局 SQ はどっちかに大きく動くと見たようなポジションになってきたかなという気がしています。はははい次にゴゴーーールルルドドママンンですゴールドマンは今日はコールを売ってきてき 実は、うんとですね、550枚買って400枚の売りなんですが ATM に近い方を買ってますからこっちはプットデビットスプレッドみたいな形ですね。 で、ちょっと買いの方が多いということですから、コール売りの、ちょっと下、プットは下ということで、まあ、両方下ですからね、やはり下に降ってきているという形になります。27,750のコールを今日325枚売り乗せしてきたので、ここが920枚え。結構ね、27,500よりも上はないぞという形で、かなりコール売りを突っ込んできています。一方で、プットサイドも、えー、っとですね、27,250から27,500のところに、まあ、累計1,500枚近 近い。 えっと、プッと売りがあるんでねなので、27,500円近辺というのが、まだ軸という気はします。気はしますが、一旦27,250を割ってきていることもあって、27,000円よりも下のところは、これデビットスプレッドですね。枚数的には27,000が1,050枚の買いで、26,500が600枚の売りですから、まあ、枚数的にもね、1対1.5ぐらいあって、あのまあ、下に行けば行くほどいいと。 いう形になってますから27,000を割れる展開になってもいいようにケアをしてきたという形ですねはい。なので、うん、少し下に、えー、降ってきている可能性がありますはい。次にアムロですアムロは今日はコールは、うん、と買い越しですねで、プットが、うん、若干いやそこそこ買い越しだからコールもプットも買い越しという形ですねで残高だけ見るとやはり27,500円 っていうところが、えー、大きくコール買いのプット売りですから27,500よりも上ですね。でさらに27,750に関してもコール買いが1,000枚ありますから。 あのまあ、ここよりも上。ただ、えー、それ以上上になってくると、コール売りがね、2万8000円のところ、今日も308枚売り乗せして、2083枚の売りがありますから、まあ、やはり2万8000円上はないなっていうところは、引き続きかなと思います。つまり、メインで考えているのは2万7500円以上、2万8000円以下、このポジションですね。たただ 27, 円をを割った場合にには、まあ、少しし下に、ね、ケアをしていいるという形で 2万7250を1174枚の買いということで、ここしっかり買ってますが、でも2万7000のプットをね、その3倍近い2900枚、今、売ってます、今日は264枚買い戻ししましたけど、まだそれでもね、2900枚の売り、壁がありますから、下は言うても2万7000円よりも下には下げないと見ていると。 ただ、万が一のためにね、プット買いもちょっと積んできてる節はありますが、メインは引き続き27,500から28,000という、ちょっと上のところにあって、下に行った時のケアを今、じりじりっと進めてると、まあ、そんな感じかなと思っています。でね、枚数はね、やっぱり下のコール買いの方が多いですからね。なので、仮に28,000を上抜けたとしても、全体的なコールの枚数から行くと、上に行けば行くほどいいバランスではあると思います。 はい、最後、先物です。今日は日経平均マイナス1.34%、トピックスがマイナス1.11%で、ラージプラスミニの日経平均型先物、2912枚の売り越し。一方で、トピックスの先物が4813枚の逆に買い越し。合算すると1901枚の買い越しということで、まあ、この後に見てもね、しっかりと買ってきてますね。まあ、アムロは今日は株が下がってるので、えっ、ー、と、 先物買いっていうのはまあいいとして今日ねゴールドマン3,000枚3097枚買ってきましたただ昨日4,700売っているので週単位で見るとまだ2,000枚弱の 売りごめんなさい、えー、っと、そう、売り長ですね。という形になってます。まあ、昨日たくさん売った分なので、まあ、あまり今日ね、3000万以上買ってきたといっても、週単位3日で見ると大騒ぎすることほどではないかなと。で、あとは、JP モルガンと三菱 UFJ モルガンとモルガンスタンレー。まあ、モルガンはね、あんまり枚数多くないですけど、えー、モルガン3兄弟とゴールドマン中ね、アメリカ勢、シティも加えると、今日先物、アメリカ勢がガッと買ってきて、ヨーロッパが売ったみたいな構図にはなってる のかなという気がします、まあ、だからなんだと言われるとまああまりね何ともないんですが <laughs>、はい、なのでまあ今日大きく下がってますが先物ベースで見るとなんかね大きく売り仕掛けが入った感じには見えないですねはいまあぶつかってるだけでであと6月切りもちょっとあの見てみたんですけれどもうんとねそうですね、うん、と日経平金型の先物は、えっと、売り越し基調ですね6月切りを入れても ただトピックス型は、ですね基事化を減らして、木先を買ってる節があって、まあ、計算すると、ですねあの逆にトピックスのはちょっとプラスになっているので、日経平均型がマイナスでトピックスがちょっとプラスと、で全体的にはややマイナスという流れだとは思いますが、6月ぎりまで見ると、なんか一 にねなんか売り方に傾いてるというほどのまだ動きは見られないかなと思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか。明日の投資天気予報、まあ明日ないですね、あさってです。はい、まあ一応ですね、チャートからもう完全に崩れてますから、これはもう普通にね、チャートに従って、下落と読みます。下落と読みますが、まあもしかしたらね、アメリカが反発したりすると、あのそんなに押さずにという展開もあるかもしれません。 でまだまだ、ね、大きく崩れてないんですね、オプションの縦玉の,、ね、あの取り組みなんか見ても、プットが一気に増えてるかちょっとそうでもないので、まあ、そういう意味では、うん、とそこまでまだ、ね、急落展開、ね、12月の急落展開みたいな形になるかというと、そこまでもなさそうなので、まあ、一旦た、ね、雨なんだけれども、えー、と曇りもすぐに、ね、雨が止んで曇るかもしれないと、まあ、そんな感じで、えー、と金曜日見ていきたいと思っています。 はい。ということで、今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを。そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察しております。よろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね